こんにちは、水江です。今日はですね、植物系のオイルのお話、サラダオイルと日本人が呼ぶタイプのオイルですね、そのお話と、それからちょっとスペシャルなオイル、オリーブオイル、最後に揚げ物をした後の油の処理の仕方についても、私なりですけどね、ちょこっと紹介しておきたいなと思います。まずはサラダオイルなんですけども、サラダオイルという名前ではスーパーには売られてません。あれはですね、日本で作られた呼び方なので、そのままね、こう蓋を開けてフライパンかなんかにさーっと入れられるという、すぐ使えるというオイルの総称なので、サラダオイルというものは存在しません。その代わりに、材料別にオイルというのが存在してます。だいたい大きく分けて3つオイルがあるんですけど、そのうちのどれかを使えば、サラダオイルとして使えるということなので、ちょっと覚えていただければなと思います。まず1つ目はひまわりなんですけど、パッケージにね、ひまわりの絵がドドーンと書いてあるので、分かるかなと思います。で、これが、癖もなくて、揚げ物してもね、カラリと揚がるし、匂いを発することもなく、使いやすいオイルかなと思います。で、それともう一つは菜種油、ベジタブルオイルと書いてあるんですけど、加えてこの小さい文字でレイプシードという、文字が書いてあることがあります。これがいわゆる菜種油です。で、ひまわりのオイル同様、淡白で匂いもなくて非常に使いやすいオイルです。だいたい私常備してあるのはこのうちのどれかどっちかかなという感じです。で、3つ目、トウモロコシのオイル、コーンオイルというものがあります。名前は聞いたことあるかなと思うんですけども、コーンオイルも同じように使えるんですが、火を通すとフライパンなんかにね、入れたり、揚げ物の時にこう中華鍋とか揚げ物の鍋とかに入れたりすると、ちょっと匂いが出てくる気がするので、その匂いが気になる方、気にならない方、いろいろいらっしゃるかと思うんですが、気にならない方はどうぞお使いください。で、気になる方はね、違う2つのオイル、どちらか使っていただければなと思います。で、私はちょっと個人的に気になるので、コーンオイルをあまり使うことはないんですが、そんな感じで、決めていただければいいかなと思います。ちょっと癖のあるオイル、それぞれね、材料によって癖などは出てきて当たり前なんですけども、植物系のオイルとしてみんながね、知ってるようなオイルということで、ココナッツオイル、これはなんか一時期流行ったりしてますんでね、料理に使う方もいらっしゃいますよね。これはね、ちょっと液体じゃなかったりするので、ちょっと使う時にね、スプーンがいったりするから、その辺が少し面倒かもしれないんですが、匂いがあるタイプとそうじゃないものがあったりします。で、ごま油、この辺も日本人はね、よく使うかなと思います。で、あと不思議なところとしては、ピスタチオのオイルというのもあったりします。こんな感じで、ナッツとか、穀物、それから豆、それぞれのオイルが結構存在したりするので面白いんですよね。使うレシピによってちょっと変えたりすると、風味がガラッと変わってくるというものもあったりします。これ以外に、あとピーナッツオイルとかアボカドのオイル、それからちょっと変わったところではパンプキンシードとかね、フラックスシード、素材によってね、癖があって当たり前なんですけど、そういうものも存在します。普段のオイル以外にオーガニックのオイルが、あると思います。プラス、みんな耳にしたことがあるかな、コールドプレスというオイルがね、あったりします。で、普通のオイルは、絞り取るだけじゃなくて熱加えてます。
熱加えた方がたくさん取れるのでね、経済的だし、その分値段も下がってくるしということで熱を加えてるんですが、コールドプレスというものは熱をかけずに抑えて、その圧力だけかけて絞り取ったオイルです。なので香りも残っているし色も残っている。でさらに一番いいのは栄養価、そのまま残ってます。熱を加えるとどうしてもなくなりがちな栄養価っていうのがね、そのままコールドプレスは残っているので、気になる方とかね、ちょっと体に気をつけたい方なんかは、コールドプレスのオイルを選ぶといいかなと思います。ただ絞れる分が少ないのでちょっとしか取れないんですよね。その分値段も高いというのはねありますけど、香りも残っているし、あとちょっと癖も残っている場合も正直あります。で何より栄養価がそのまま残っているので、ちょっとね使ってみるのも面白いかなと思います。いろんな種類あります。で植物系のオイルとしてよく聞かれるのがオリーブオイルの話、エクストラバージンオリーブオイル、それから普通のねオリーブオイル、2つ大体大まかに分けてあると思うんですが、エクストラバージンオリーブオイルというのはオリーブの実、それをギューッと絞ってそのまま瓶詰めした、そういうものです。なのでオリーブの香りが残っていて色も味も、香りも強いものです。値段もねちょっと高いんだけれども、その分香りも残っているので、お料理の仕上げ、パスタとかリゾット、それからサラダなんかね、そのままこうかけるだけですぐ食べられるというものに適しています。で一方普通のオリーブオイルっていうのは、この取ったオリーブオイルを精製して、精製した方が長持ちするし、それから匂い、悪い匂いも含まれているので匂いも消える。でその、精製したオイルにエクストラバージンのオリーブオイルを加えて作られているものをオリーブオイルと呼んでいます。で中にはそこにさらに他のオイル、癖のない他のオイルを混ぜてブレンディットオリーブオイルということで売られているものもあります。だいたいこうパッケージにね書いていたりするので、どういうふうに作られたオリーブオイルか、例えばねここはねオリーブオイル、リファインド、要は精製されたということですよね。オリーブオイルと、バージンオリーブオイル、この辺ですよね、混ぜて作られていたりします。揚げ物にするには普通のオリーブオイル、そっちの方が癖ないしね。で、エクストラバージン仕上げに使う、そんなことでいいかなと思います。で値段もピンキリで、いろいろ好みもあるかと思うので、好きなオイルを探すというのもね楽しいかなと思います。あとは料理によってちょっと変えるというのもいいですよね。イタリア料理作るんだったらイタリアのオリーブオイルで、スペイン料理作るんだったらスペインのオリーブオイル、あとね、まあ、ギリシャとかトルコとかいろいろあるんですが、そんな風にこう変えていくのも面白いかなと思います。最後に揚げ物した後の油の処理どうしてますかとよく聞かれます。で日本であればね、こうスティックになっているものピーッと破って粉をパーッと振りまいて混ぜれば固まってくれて、それをね一般ゴミとして捨てるということができるんですけども、そんなものはございません。ないので、普段私がどうしているかなんですけども、牛乳とかジュース、これアーモンドミルクなんですけど、その空き容器置いておいて、蓋もちゃんと取っておいてくださいね。で冷めた揚げ物の後のオイルをこんな感じでねたーっと入れて、蓋きっちりして一般ゴミ、リサイクルじゃないですよ、一般ゴミとして捨てる、そんなことをしています。シンクに流すという方もいらっしゃるというかね、たまにされる方いらっしゃるんですがね、あれはやっぱりやめた方がいいかなという気がします。そんなところで油のお話、今日はね植物性の油のお話ざーっとですけどさせていただきました。でいろんなオイルがあるので、
レシピによってまあ変えるということもあるんですが、その辺はね、そのレシピごとに紹介していきたいなと思っています。そんなことでありがとうございました。最後に揚げ油した時のオリーブオイルです。あとオーブンに入れるね、バーッとオリーブオイルかけてオーブンに入れるということを私よくするんです。